じゃあこんにちは、パスタマニアです。今日はボンゴレビアンコを作りたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。ニンニクは一かけ皮を剥いて潰します。今日は薄切りにしてみます。フライパンに冷たい状態でオリーブオイルを入れて温めていきます。乾燥パセリをちょっと多めに最初炒めておきます。本当は生のパセリの方がいいと思うけどね。唐辛子をだけ。そこに今日はアサリをたっぷり入れるんですけど、冷凍アサリです。うまく口が開いてくれるでしょうか。白ワインを足してフランベしていきます。今日のパスタは 1.9 ミリ、ブロンズ加工のザラザラしたボール、太めのスパゲッティですね。僕は太めのスパゲッティがこれにはよく合うと思います。野菜ブイヨンをお湯で溶いておきます。ちょっと火が入りすぎたね。水分がほとんどなくなっちゃいました。これはちょっと NG なんですよね。そこで急遽思いつきました。フライパンに茹で汁を加えて鍋底の焦げたものを溶かしていきます。ここに美味しい成分がぎっしり詰まってますからね、もったいないです。これをフライパンに戻しますけど、気をつけなきゃいけないのは底の方に砂が溜まってることがあるので、一番最後のこの部分はちょっと使わないようにしておきます。そこに野菜のブイヨンを足してソースを作っていきましょう。パスタが茹で上がったようですから、さっきのソースにこのパスタを混ぜてよく混ぜていきます。この段階ではアサリは入れない。あまりアサリ長いことフライパンに入れておくと固まっちゃいますからね。またイタリアンパセリを振ります。あ、違う、乾燥パセリを振ります。少し水分が減っていくまで弱火で、温めていきます。このために最初のパスタの茹で上がりはちょっと固めにしておく必要がありますね。大体 1,2 分はここで混ぜ合わせていきます。どうでしょう、いい感じになってきたかな。少し水分が残るぐらいで止めると、あとはどんどん吸ってきますからね。はい、それでは盛り付けです。まだ水分が少し残ってる状態で盛り付けていくと、食べる時にちょうどいい感じに吸ってくれると思います。ここで取っておいたアサリを最後に飾ると。一
蓋が閉じてるものはこの段階でもう飾らずに捨ててしまいます。もうスープはしっかり出てるんで大丈夫です。しつこいぐらいに乾燥パセリをここでまた振ります。さあ、いただきます。もちっとした麺にこのアサリの出汁、それから野菜のブロードの出汁がしっかり染み込んでました。もちもちプリプリ、そしてアサリもそんなに火が入ってないので、まあといって水分は随分なくちゃいましたけどね。でもしっかり美味しかったですよ。今日は70点ぐらいですね。まあでも美味しかったです。ごちそうさまでした。ではまた次の動画でお会いしましょう。チャオチベデアモチャオチャオチャオ。